皆さんこんにちは、弁護士の加藤です。本日は探偵である後藤さんをお招きしてお話を聞くという動画を作っていました。株式会社タイタンの今代表をやらせていただいてます、後藤圭介と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。後藤さんは探偵歴はどれぐらいの期間やられてますか？13年ですね。13年、はい、どんな依頼が多いんでしょうか？半分ぐらいがやっぱり浮気とか、まあ、離婚に関わる依頼が多いですね。半分ぐらいそうですかね。不定調査というですね。そうですそうです、はい、具体的にどういうことをやられてるのか、何が分かるのか教えてもらっていいですか？そうですね、やっぱりオーソドックスというか、まあ、スタンダードなのは不定行為の証拠が欲しいっていうところが、はい、引き方が多いので、うんうん、まあ、分かりやすいところで言うとラブホテルに入っていくところと出てくるところですね、うんうんうん、を、まあ、僕たちが撮影すると、はいはい、そういうところが多いですし、あとまあそれ撮った時にこう大事になってくるのが相手の情報だと思うので、はい、まあ、例えば旦那さんが浮気してて、うんうん、当然相手方女性がいると思いますので、うん、その女性の、まあ、住んでるところとか、はい、名前とか、うんうん、そういったところも調べますね。へ、はい、必要なことがやっぱ多いので、はい、それは尾行して、まあ、そうです、はい、大変ですね。尾行って大体何人でやってるんですか？まあ、うちは大体2人ですね、はい、まあ、名古屋が本社にあるんですけど、やっぱ東海3県メインなんですけど、はい、になるとまあ2人ぐらいで対応できるんですけど、例えば都内とかであればちょっと人数多めにしたりとかはしてます。3人、はい、人が多、そうですね、やっぱ人が多いとちょっと尾行もなかなか難しくなってくるので。なるほどなるほど。不定の調査を依頼するとすると、はい、どれぐらいお金がかかるんですか？そうですね、時間でいただいてますので、やった分だけって形にはなるんですけれども、まあ大体平均30万ぐらいですかね、はい、まあ安ければ10万とかで、もう例えばもうこの時間にラブホテルに行くことが分かってるとか、はいはい、であれば、まあ、7万8万とかで終わったりもしますし、はいはい、ちょっと、まあ、あと旅行に行くとか、うんうんうん、であれば、まあ、その分ちょっと20時間ぐらい使ったりとかするので、はいはい、まあ、30万ぐらいいっちゃうかなというところですかね。基本的に時給でやられてるってことですか？あ、そうですそうです、はい、その成功報酬制とかではない？まあ、基本的にはないですね。 あれやっぱちょっと、まあ、成功報酬ってこの成功の定義がなかなかこう難しいと思うんですよね、はい、なので揉める原因になるので、はいはい、うちは、まあ、極力も時間でヒアリングをさせていただいて、こう、まあ、どのくらいで収めようかっていうところでやったりはしてますね。不定の調査でこれはうまくいったわっていう、はい、うまく、まあ、基本的に黒のケース大体8割5分ぐらい黒というか、まあ、浮気してる、 なるほど、まあ、当然探偵事務所に来るぐらいなので黒の方多いんですけど、うんうん、男性からの依頼と女性からの依頼どちらが多いんですか？はいはい、6割ぐらい女性からの依頼ですかね。はい、そうなんだ。意外とまあ4割ぐらいは男性からの、はい、妻の浮気疑って、ね、はい、ありますあります。へ、逆にその男性からの依頼と女性からの依頼でその白だったか黒だったかっていう確率に上下はある？それはあんまりないですかね、はい、まあ、ただ上下といいますか違いで、まあ、面白いなと思うのが、うん、はいはい、その男性、まあ、要は旦那さんからの依頼ですよね、奥さんが浮気している状態の時って、はい、もう離婚しかないんですよね、うんうんうん、はい、で逆に奥さんからの依頼で旦那さん浮気してる、うんうん、で浮気の証拠を取るじゃないですか、はい、でなったら和解する時も結構あるんですよ ね、 あ、そうなんですね。戻ってくるケースがたまにあるんですよね。なんでそれなぜかってまあ考えたりとかいろいろ調べた時にその女性ってやっぱ鋭いじゃないですか、はい、なんで男性が口説いてる時に、はい、もう気づいちゃうんですよね、うん、なんで心がまだどっち行こうかなっていう時に気づくので、うんうん、で調査かけるので、はい、まだこっち戻ってくるんですよ、はいはい、だけど男性ってやっぱ鈍いので、うんうん、女性が浮気してるの気づかなくて、うんうん、完全に心が相手方男性に行っちゃってから調査するんで、はいはい、もう離婚しかないんですよね。あ、その奥さんもちょっと開き直ってるというかそうかっていうケースが多いのがまあちょっと外だな。男女の差があるんですねこれまでその不定の調査浮気の調査で、はい、やばこれ やっちまったとかやらかしたことってありますか？やっぱり、まあ、僕も今13年やってるんですけど、うんうん、1年目とかの時、うんうん、でこうやっぱりまあ尾行ってこう技術なので距離感が全てなんですよね、はい、うんうんうん、でまあやっぱちょっと近づきすぎちゃってこう気づかれるというか、はいはい、っていう時はまあ胸ぐらつかまれて対象者に向かって、はいはいはい、お前さっきから何やってんだよみたいな形で捕まれたことは一度はありますね。そこはちょっとうわっていう、
それは、ま、探偵ってバレたことはないです。ああ、うん、そういうことですね、はい、何俺につきまとってくるんだという。そうですね、言い訳はもう本当に常に考えてるので。すごい。ちなみにどんな言い訳ですか？その時はまだ荒削りの言い訳なので、もう逆切れするっていう。おいやいや、お前が投げたペットボトルが俺に当たったんだろうみたいな。よくわかんないことを言って。すごい切れ方。対象者の方より切れるっていう。はいはいはい、はい、強い。はい、まあ、今はね、もうちょっとうまいこと。もうちょっとうまいことありますけど。その距離感っていうのはどれぐらいで見てるんですか？まあ、そうです、人混みの割にもよると思うんですが。まあそうですね、本当シチュエーションにもよるんですけど、まあ、例えば、まあ、名古屋例に出すと、はい、まあ、混んでる地下鉄とかであれば、うんうん、本当にもうこの距離感でついてくっていうこともあります。へ、本当にあの定時のラッシュ17時18時とかで、電車に乗るところをついていかなきゃいけないのであれば、はい、もうこの距離ですね、はい、もう逆にちょっとやっぱり田舎の方であれば、まあ20メートルとか上げる時もありますし、なかなかまあ距離感は難しいですよね。どっか見ると足元見るとかなんかあるんですか？ああ、もうそうですね、足元ですね。足元やっぱ靴見ろっていうのは教えられましたね、はい、最初に。そうなんだ、はい、なるほど。やっぱり人間やっぱりどっか行くときになんとなく振り返るというか、こう車をこう見たりするじゃないですか、うんうん、その時にその一般の人が尾行していると自分が見られたと思ってこうやって一緒に見ちゃったりするんですよ、ね。でもなるほど、はい、そうなるほど、条件反射的にね、はいはいはい、新人の方は、まあ、教育しててもやっぱりこういうふうにやっちゃうんですよ、はいはいはい、そうすると怪しいじゃないですか。そうですね、めちゃ怪しいですね、はい、なんで、まあ、自分のとこ見てないのでもう靴をずっと見てれば別に特にもう何もなかったことになるので、それはもう結構教えられました。相手が立ち止まったら追い抜かしちゃったりしませんか？追い抜かすことは基本的にないですね。立ち止まりそうだなってやっぱり何年もやってるとなんとなく雰囲気で分かりますので、ちょっとあって思ったらもう振り返ったら立ち止まる前にちょっとこう距離空けるというか。おー、さすがプロ。あのタバコ吸ったふりするとか、はいはいはい、電話来てこう喋ってるふりするとかは割とやったりしますね。なるほど、勉強になるな。これまで不定調査でもうむちゃくちゃお金かかったよってケースありますか？あ、今まで一番。そうですね、基本まあ、あのやめといたらっていう時はあるんですけど、一番お金かかるケースはその白だった時ですよね。あ、うんうん、もうあのやっぱり僕たちだと、まあ、3日ぐらい見て、うんうん、そうすると白っていうのはやっぱり調査員から見るとなんとなく分かるんですよね。素振りだとか、そうなんだ、はい、まあ、この人は浮気してないなってなんとなく分かるので、はいはい、あのまあ、最初の提案として3日ぐらい見て白っぽかったらもうやめといたらっていう提案するんですけど、はいはい、どうしても絶対にいるっていうので、もっとやってくれもっとやってくれっていうので、バイプッシュだと。そうですね、もう止めてるんだけどやっちゃうっていう時は結構その倍ぐらいかかったりとかはしちゃった時はありましたね。うーん、探偵の勘として、はい、この人は白だっていうのは何かあります？もうあのやっぱ今はその携帯の触り方というか、ほうほうほう、はい、例えば、まあ、名古屋であれば車で移動する時とか多いと思うんですけど、うんうん、そのコンビニにまあ、入ったりするじゃないですか、はい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 、で結構みんなすぐコンビニの中入るっていうよりはなんとなく携帯触ってから入ったりとか、うんうん、何か買って携帯を車の中でいじるみたいなのあると思うんですけど、その触り方とかこう電話してるしてないとか、はいはい、その雰囲気って結構こう浮気してるしてないってなんか直結するなんていうのはありますね。そうなんだ、はい、触ってからコンビニに入ると怪しいんですか？いや、まあその触ってる時の雰囲気というか、まあ、表情もそうですけど、やっぱまあ僕たち見るので、なるほど、ニヤニヤしてるのか。そうですね、ニヤニヤしてるとか、なんかこうちょっと急に嬉しそうになってこうコンビニ入っていくとか、おこの後会うのかなみたいなとか、そういう感情の動きみたいなのがもう見てるわけですね。はい、そうですね。なるほどな。まあその費用については後藤さんの会社はまあ時間でやってると。そうですね、まあ、そうするとそのまあ費用をまあできるだけ抑えようとするのであれば、はい、どういう依頼の仕方がいいんでしょうか？やっぱり動きそうな費用をこうあらかじめ情報を収集しておいていただけるとやっぱりいいですよね。例えば毎週月曜日が怪しいだとか、はいはい、まあ、金曜日の退勤後、うんうん、はい、飲みに退勤後金曜日毎週飲みに行ってるとか、そこが怪しいんじゃないかとかっていう情報があると結構ピンポイント、はい、そうです、ピンポイントの情報があればっていうところですけど、やっぱり探りすぎると警戒されちゃうので、はい、そこまた難しいところ、はい、ね、ではあるんですけど、依頼するときに何か、まあ、依頼者側で用意しておいてほしいものなんかありますか？
そうですね、基本的にその、まあ、面談というかヒアリングしますので、その時にまあ引き出すので、うん、基本的にはないんですけど、うん、逆にやらないでほしいのは、うん、ちょっと自分でやってみようかなっていう、あのこの日例えば月曜日怪しいなってなった時に、はいはい、ちょっと私自分の車で夫の車ついていってみようかなとか、というのはちょっとやめてほしいなっていう。なるほど、まあ、そこでね警戒されちゃうんですね。そうです、やっぱり警戒心ある相手とない相手だともう全くやり方違うので、コストもやっぱり 1.5 倍ぐらいかかっちゃうケースが、はい、あるので、うん、そこはもうやめてほしいな、やめてほしいと素人が手を出すな、それはあの弁護士も一緒 で、 そうですよ、ね、裁判の途中で持ってこられると非常にう、ね、うんみたいな時はあります。なんか不定でこれ面白かったよって何かありますか。そうですね、あのやっぱり僕たちが一番気にするのってその対象者の方の交通手段なんですよね。はいはい、まあ、車で動くのか、まあ、電車なのかとかいろいろあるじゃないですか、うん、でまあ、面白いというかきつかったのが、うん、あのその対象者の方の趣味がロードバイクだったんですよ、うん、なるほど、でまあまあ速いやつで、はいはいはい、それも聞いてたので、うんうん、自転車で出勤しますって聞いてたんで、うんうん、まあ、僕もまあ自転車で待ち構えるじゃないですか、はいはいはい、でまあまあいけるかなって折りたたみ自転車でこう待ってて。それで見てたら、はい、そのもう対象者の方が来たんですけど、うん、サングラスかけて、はい、このなんかピチピチのやつで、はいはい、蛍光色みたいなやつで、はいはいはい、もう完全にレーサー仕様、もうレーサーだよっていうので出てきて、これ俺追いかけれるかなっていうので、でも相手の方50歳で、はい、僕その時26歳だった、はい、まあ、ちょっと体力で勝てるだろうと思って頑張ってたら、うんうん、全然もう追いつけなくて初日。なるほど。そしたら次はどうしたんですか。次も買いましたね、ロードバイクを買った。買いました。まあまあまあ、なるほど。でもどうしてもそれついていかないともうどうにもならない調査だったんで、もうちょっと、まあ、その後に自転車でどっか行っちゃうっていう調査、はいはいはい、あのそこを突き止めたいっていう調査だったので、はいはい、ついていけないと終わりっていうのだったので、もう買いましたね。それは黒だったんですか。黒でした。おー、ロードバイク。この依頼者やばかったわって依頼者いますか。まあまあありますね。まあまあ、まあ、います。なんかちらっとあの私の友人で元アイドルの方がいるんですけど、はいはいはい、そのアイドルのファンから依頼があって、はあ、そのどこに住んでるか調査してほしいっていう依頼があって、すごい怖い目にあったってことを聞いたんですけど。たまにあります。ある、はい。アイドルの方ももちろんそうですし、あとはその、まあ、夜のお店で働いてる方のお客さん。おで、まあ、最初ああいう方ってその彼女の住所を調べてほしいって来るんです。はい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 。で彼女の住所、なんでだろうってな、うん、なりますよね。で、まあ、質問していくと、うん、まあ、ちょっとこう知らないこと多すぎるというか、うんうんうん、はい、いつ遊ぶのとか聞いても、はいはい、やっぱ夜とか、うんうんうん、はい、でいつも決まったお店でとか、なんかそれ通ってるんじゃないっていうふうになっていって、それ彼女じゃなくてそのあなたお客さんですよねっていう。はいはい、で、まあ、詰めていくと、まあまあそうですみたいな、うんうんうん、まあ、それはちょっとまあできないですっていう。それはお断り。そうですね、ダメだぞ。結構でも来ます、ね、結構来る。怖い。逆になんか僕たち見極めれないと、こうなんかまあ犯罪にまあその後になるか分かんないですけど、そうですね、手貸すみたいになるので、はいはいはい、そこ結構、まあ、逆に探偵の方気をつけ養ってから探偵やった方がいい、ね、そこは危ない。逆にそうですよね、ストーカーとか、はい、そうです、はい、うん、場合によってはね殺人まで行くことはありますから。そうです、はい、危ないですよね。まあ、依頼者の立場からして、はい、その良い探偵さんと、はい、まあ、そうでない探偵さんもいらっしゃると思うんですけど、はいはい、どういうふうに見分ければいいんでしょうか。そう、僕がまあ思うのはその目的をしっかり聞いてくれる探偵はいい、まあ、いい探偵というか、うん、まあ、任務全うしてるなとは思いますし、まあ、僕もそうでありたいなっていうのはあるんですけど、はい、やっぱりこう浮気調査一つ取っても証拠、不定の証拠を取って終わりだとあんまり意味ないというか本質的じゃないじゃないですか、うんうん、はい、なんでじゃあ不定の証拠を取りたいのっていうところにあると思うんですよね、はい、じゃあ離婚したいのか、はい、もう夫婦の改善でそこを断ち切りたいのかっていろいろやっぱり深掘っていくとあるので、うんうん、そこの目的をこうちゃんと聞いてくれる探偵ってやっぱり、うんうんうん、まあ、悪い探偵そんなことしないと思うんですよね。あ、まあ、とにかく依頼がねそうです、はい、お金をっていうところになると思うので、なんかなんでそれをしたいのか、どうやったらじゃあ幸せになるお手伝いできるのかっていうところを聞いてくれる探偵はいい探偵なんじゃないかなっていうのは、まあ、思うというか、うんうん、まあ、まあそうありたいなみたいなのはありますよね。きちんとその調査の目的は何ですかと、はい、何のためにこれやるんですかっていうことをきちんと聞いてくれる探偵さん、そうですね、がまあ見分けるコツというか
探偵と聞くとですねミステリアスなものだというふうに感じてるんですけど、はい、ミステリアスな後藤さんから最後に一言ミステリアス例えば浮気してるかもとかその段階でいうのでこう話を聞くだけっていうのだけでも多分勉強になるとは思うので、はい、その自分の道しるべになるかなと思いますのでそこで料金もかからないですし、なるほど、話聞くだけ、まあ、それだけでも全然利用していただければいいんじゃないのかなとは思いますので、うんうん、ぜひもうちょっとお気軽にあの探偵にお問い合わせいただければなと思います。ありがとうございます。じゃあ今日は本当に後藤さんから楽しいお話をたくさん伺うことができました。後藤さんまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。